皆さんこんばんは。歌手の谷原君がすごい空気入れてめちゃめちゃぶち切れた。これが一番バズるんで、翔さんにドッキリはかけるぞ。はい、絶対思うんです。ドッキリでした。皆さんこんばんは。こんばんは。今日は、3回目の太田から俺のドッキリってことやな。そうそうそう、うん、では、あの3回目で今度こそはっていうのを歌手の谷原君がすごい空気入れて盛り上げて太田が来るわけやねんけど、うん、ちょっとあのそれは受けるけど、うん、そっからちょっと逆にそこで終わりじゃなくて、あの俺もめちゃめちゃぶち切れた、うんうん、激しいドッキリ返しをしようかなと思ってるんですよ。そうやね、うんうん、だからちょっとまあ、中途半端にだけなれへんように俺もしたいから、歌手も谷原君も本気で空気入れて太田にほんまに来させてな。 OK です、 OK です。今日はだから YouTube の企画打ち合わせだよな。そう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 、企画の打ち合わせの中で太田が、まあ、俺に対して行儀悪いこととか、ドッキリ的なまあことを俺に仕掛けてきて、俺は仕掛け直すっていう内容なんで、はい、そうです、そうです。今日また皆さんちょっとお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。こんばんは。こんばんは。今日は太田が裏切らんといてくれと言われて、もう一回翔にドッキリを仕掛けたいということで、二人役も一緒に今日は協力してもらって、そうやな、もう翔に対してちょっと もうこれはほんまにちょっといきましょう。絶対もうこれが一番バズるんで、絶対、はい、もう僕も今回こそはもう意気込むですね。俺もだいぶもうお前何やってねってこの前めっちゃ言われたんで、しっかりと今日はちょっと太田に協力してやっていきたいと思います。だから太田も絶対ビビったもん。裏切るとかもうそんなもんね、心配するもん。大きい中途半端だけど絶対行ったもん。前の動画で自分で見ててもちょっとなんかビビってたら分かるんで、もう今日はもうほんま絶対中途半端だけど、もう3回目やん、はい、3回目やったらもう見てる人もすぐ言われてるやん、はい、コメントで、はい、絶対その中途半端に来んなって言われてんやから、はい、もうガッツって。そうですね、水は大丈夫だから水いってます。何ですか？オッケーです。もうそれぐらい腹も見ないよ。それはもう僕がやらないと誰が見て話だ。じゃあ今日はもうこんだけ太田も気合い入れてくれてるんで、はい、もうしっかり、はい、あの、うん、面白いと思います。でもなると思うんで、手を振って、手を振って、絶対、絶対来ました。今日だけはほんまに、もう裏切り、鍵は入れてくれ、鍵は閉めてくれ。お前翔さんにドッキリをかけるぞ。はい。どうする？何でしょうか？何がある？あ、でも谷川君と喋っとったのが、うん、谷川君と僕だけでそのなんて罰ゲーム対決とかっていうのと、うんうん、あれでどっちか言ったらチャンネルの人数伸ばすっていうのが、うんうん、子供すぎるしな。そうなんです、うん、だから翔さん の対談系とかでもともと怖いイメージ持たれてるとこから、うんうん、実はこんな人なんやっていうのでチャンネルに入り込んできた人らを、他どんなあるんやろっていう時にのなんかバラエティーで、あ、こんなおもろいこともやってんやっていうので登録につなげていくのが僕らの役目かな、うんうん、ただ俺もそれ分かんないけど、その俺がいきなりそれを出しすぎたら、うん、逆に言ったらもう引き出しがなさすぎるねん、はいはいはい、それやったらやっぱアンチ来てても怖いイメージ、変なイメージのままのその変なことを喋っとるわって、うんうん、まあ、あれだ、またアホなこと喋っとるわっていう方が、はい、またあいつどんなアホなこと言うとんねんって見に来てくれると思うね、はいはいはい、みんなの逆にイメージを壊してもうたとしたら、うん、そこでもう言うたら全てめくり切って、あいつがこんなやつやったんやって終わりやねんな、はいはいはい、今はまだショーのスタイルで本来のスタイルというか、まあ、本来の俺のおちゃめな部分もあるけど、それはまだ見せるわけにはいかん。まあ、その、この先は、見せる。アンダーライン。だから、見せるわけにはいかない。ああ、でも、翔さんのスパーリングが一番バズる思うんですけどね。いや、それも考えで、それもほんまにトレーニングして、プロ格闘家とかにガチの、ほんまの俺が喧嘩自慢の人間として、ほんまにやりまくりに行くのもありかなと思ったよ。それが一番見たいやろ。俺も一発はあるし、一発入れてもうたら分からんで、うん、階級はちゃうし、まあきついと思うんすけどね。で、きついやろうけど、俺でも正直キックボクサーとかに総合とかってそんなわけくせえんで、こちょっと TikTok してるんですよ。なんかドライカシ見つけてください。わっきゃからんと言うとるんで、まあ出てきたら絶対分かると思うし、意外と自動化頼むの好きやろ。そう、結構ええよ。超こう、先に出したいって言ってたけど、はい、太田じゃあ逆にそれはどういうのをやったらいいと思う？怖いイメージあるんで、もう僕なんかシャガシャにしていってドッキリとかもそうですけど、これいいと思うね。これ真面目な話、うん、違うインスタとかで例えば若い子らがおって、はいはい、僕らがこうどっかでご飯食べてるからそこで翔さん来て、うん、思いっきりかまし上げるドッキリしてくださいとか、あ、そういうのはほんまに言うたら友達同士でも多分4人友達おるとするやん、うん、3人は1人には知らせんと、うんうん、思いっきりかまし上げるみたいな、はいはいはい、そういうのがあったら逆にどこでも足運ぶ価値あるかなって、あ、うん、でもちょっとこう深いやつをちょっと聞いていきたいな。どういう企画？具体性がないのが俺は嫌やねん。もっと深く考えてほしい、はいはい、これをこうやってこれをこうやってこれをやったらどうみたいな、うん、その中でアレンジしていくのができるやん、はい、
逆に翔さんの中でイメージなんかあるんですか。今まで作ってきた俺のイメージやお前確かに今日この企画やります、わかりましたっていう感じです。それはでもさ、同じ YouTube のさ人間としてさ、いろんなことをなやっぱシェアしてる人間たちとして意見出してほしいなって、まあ、うん、うん、今ちょっと谷原君と結構喋ってるんですけど、あのなんか俺らこう3人のこう体験コーナーをしたくて、あの例えばなんか 何屋さんでもいいんやけど、ちょっとまあこう変わった商売とかされてるなのを、例えば自分らがこう体験しながらその仕事とかをアルバイトしてこう伝えさせてもらうとか、そんなことをちょっとやりたいなと思って、うん、その僕最初は「うん思います」言うとったんですけど、そう思います。お父さん見たい人ぶっちゃけおるっすか。例えば翔さんとかが、例えばね居酒屋であのバイトしていましたとか、おるよ。でもぶっちゃけさ、俺らの罰ゲームとかあんな誰がおもろいって思うけど、まあ、見てくれる人もおるわけや、うんうんうん、俺のあの喋りでも誰がおもろいって思うけど、まあ、見てくれる人もおるわけや、うんうん、それはそれで一定数おるって。いや、おるわけ、それはそれはそれ、だからトーク力あるんで、その対談系は分かるんですけど、そんな料理してみたら、ギャップやん、やっぱその怖いってイメージあるやん、うん、そのギャップで、例えばやけど、俺は和菓子作りとか茶碗とかあんなん作るのや、あんなん頑張ってないとか、いや、笑ってるけど絶対おもんないですって。おもんないことないやろ、お前結構、だってどういう根拠のがそんなにいいの、おもんないはひどいよ、おもんない漁師とかええやんけ。いやだって見られへんかったら単純に意味ないやんすか、うん、その興味持つか持たれるかの段階でイメージ的に、いやとりあえずは押してくれるやろ、うん、やっぱこう、お子さんと思うんですかね。多分もうこの会話で太田お前が一番おもんないって絶対コメントくれるよ。そんな企画とかちょっとやりたいな、うん、体験コーナーだから、そのいろんなこう珍しいコーナーしてますとか、なんかあったらアルバイトとかで行くんで、うん、なんかやらしてほしいな。でもその子も面白いやろうし、うん、みんな自分がこれそれはどういう仕事なんやろとか、そうそうどんな感じのあるでやろうし、子供とかにもね見てもらえるようになったら、いや俺はこう知らんことを学びたい。でも路上喫煙のやつとか路上駐車のやつええんちゃう、うん、めっちゃ言ってる、うん、はい、あれもやっぱ最後翔さんもっとなっちゃうね、それも分かってないね、それは俺が出てって思ったら、はい、オチが、はい、そこで締まりすぎて思んないねって、うん、もっともっとやってる、だから分かる、お前やれやお前やれやっていう連続が、うん、分かる、こもっとやれやお前っていう人がまた見に、またお前やれへんかったんかいっていうのも、はい、一つの、いやもう飽きてくるでしょう、だってなんか、じゃあ見えへんかったんや、そいつら、そうやろ、そういうことですか、そうそう、だってもう2回ずつぐらいやってるじゃないですか、路上喫煙と路上駐車、もう翔さん出たの最初の1回だけじゃないですか、うん、あのさ最後にあの路上喫煙な、そうあれ俺意見があったら話止まらなかったもんな、ね、収めていくのやったら意見があったら、うんうん、まあでもそのコメントの通りもっと翔さん前で言うべきやと僕は思うんですけどね。いや、ちょっとさっき今話しとったやん、それ太田自分でコメントしてんじゃん、うん、これしてないんですか、だってそのタタンじゃないですか、複数いろいろあるけどな、エイジこれもっと熱いにしてくれ仲間、お願いします。でもさっきお前教えてるやろ、お前熱いのやろこれも冷やしてくれてんか、はい、それはもう冷たいです、冷やいかこれ、もっと熱いしてな、エイジ熱いしてくれな、お前なんかうまいぞみたいな顔してんな。小学校5年生の時ね、国語の授業だったんですよ、うん、で僕隣が好きな子育ってたんですけど、あの国語でまとめろインスタントのモアイ像っていう授業だったんですよモアイ像の写真出てきた瞬間、これはおたけに似てるねって小学校時代になった。いや、それショック。お前もちっちゃい時の写真かわいいな。なでもなんか僕、ハイハイの写真とかわいいない、ちょっとかわいい、全然いや、うせえや、俺ちょっとかわいいやんけと思って、ハイハイ一緒の写真も顔にかすぎてね、すげえですよ、下見ないですよ、お前えぐい、自分でかわいいと思ってもらわないですよ。でも絶対俺はほんまにかわいいと思う、ちょっとだけほんまに、そうだろうか、うん、あれは思うで、まあ別に今後今の後悔はしてないです。そうか、はい、うん、そんな気軽にやるマイナスにはおんない、うん、重たくなってた雰囲気、やめやめ、コメントで書いとったけど、お前、俺もな、何かの魚に似てると思って、はい、ようやく分かった、コブダイ、コブダイ、ふっくり、コブダイ、ちょっとこの下の辺にコブダイ貼っといて、しゃべりながら、コブダイ、そっくり、コブダイ、これどこ並ぶかな、コブダイ、でもうまいらしい、別にうまいか、うまいか、どうでもいいでしょ、うまい。まあ企画ですね、企画やで、ね、うん、それを言うてな、やっぱね、みんなが喜ぶような面白い企画をどんどんね、翔さんの展望を逆に聞かせてください。展望か、ないな、だからやりながら決めていくタイプやから、うん、いやね、
構成とかってやっぱいろいろもっと持っていかなきゃいけないんですか、今後見据えて。俺考えてやるタイプじゃないねんな、こうやりながら後々これでよかったと思うタイプやから、うん、でもそれを言われてしまうとやっぱこっちも話しにくくなってまうんですよ。ああなるほどな、はい、何より気分嫌やからな、はい、まあ、体験コーナーできたらなと思うんで、うん、まあまだ先の話になるかもわからんけど、うん、あれも、まあ、フォロワーさんに会いに行ったとは、あ、それは考えてるんですよ。うん、うん、じゃあ翔さん携帯見やんとそこはもうちゃんと話しましょう。いや YouTube みたいな YouTube、ええ、もうね今会議中やんですか、まあ撮影をします。別にカットしたしまえから、何言うとんの、ええ、ちゃんと話しましょう。まあでもそんな感じでちょっと考えながらやっていきます。ドッキリでしたしかもね、水くるとめだ、しかもなんか、あっつの方がね、うまくなかったんですよ、中投げてなかったお前投げたよお前ちょっとこの椅子投げたのかな、それはちょっと惑われると思う、うん、ただもう分かる、俺も理解できすぎて笑ってもうたこいつやりやがったと思う勘弁してくださいよ、川島君、マジでそれそれそれ、うん、これあの、ほんまにめちゃめちゃ熱くしてたんでめっちゃ熱いんじゃんマジで顔おじゃんちょっとでも、どうも、どうも、階段だって、もう、椅子の下に出られへんすよ、あんなの出たら殺されますもん、あんなだから、結局、またお前は歌手と谷川君裏切られてるけど、おー、言うたやん、裏切りなしでって動画でやってたやろ、うん、あれ裏切られてるから結局、お前からし歌手にちゃむかつくんじゃん。え、もう、やる前からですか、谷川君とのお前から俺は聞いてん、大分が勝利ドッキリするって聞いたよ、うん、そのドッキリ返してくれへんかっていう、そういう企画やってなんすか、それ何言ってんのお前、さっきやん、歌手君いつもすかもうこれね、太田ファンの人らは歌手にめちゃくちゃ怒るわ、もうそれ返す、ほんまに、もう何でしょ、歌手君一番悪い、マジでうちから、これでなんで東京この熱い方したの、これめっちゃ熱いですよ、お前の仕掛けにいいやろな、はい、でも太田ありがとう、そこまで来ると思うんやけど、俺マジでわけわからなかった、店の瞬間、うん、そろそろこいつなんかアルコールかなかけたかな、一瞬俺も谷川君もかけたことないですもんあれぐらいだった前回がちょっと不発やったんで今回あれぐらいでもな、やっぱ水かける時にやっぱりこの辺に来てんのが勝負になあ、うん、この辺に来なそれちょっとやっぱ火を出すやろだからまあまあでも前よりはちょっと成長したあ全然よかったよ、俺全然よかったまたドッキリ俺に仕掛けてやん、うん、いやまたもう返されませんいや次はもうじゃなんかいやいや思うんすよ、いつもね、なんかこれなんかたこ焼きのもあるじゃないですか、うん、僕ドッキリ仕掛けますよ、言って、うん、なんか最終なんかわさびそれやったらもう自分で歩きながら、うん、今日は翔さんにドッキリ解けたいと思いますので、うん、自分団体の携帯で撮って、うん、それを10分ぐらいに俺にドッキリみたいな適当な嘘とかついて、うん、こいつらに渡して編集してもらったよ、うんうん、じゃあ誰か裏切ることだよ、うんそう、俺も歌手に言えへんかって、うん、逆に何かあった時の味方やと思って結局だから、もうあの全然信頼できるメンバーじゃないんですよみんないろんなことしてみんな敵なんですよ、みんなねちょっと今日はちょっとあの太田のガッツあふれる太田のおかげでいい感じのドッキリ返しできました、はい、ちょっとね、やっぱりこうみんなからしたら歌手に対してちょっとムカつく人がめっちゃおると思うんですよはいはいはい、谷川君はもういろんな罰ゲームを取り上げて、お前一番名前言ってないけど、歌手へのドッキリも考えておくんで、はい、学名でボロカス書いておくの、何だって、学名でも別に、ね、名前書いておったら誰か悪いけど、ボロカス書いておくの、ボロカス書いておくの、こいつ怖いな、ほんまに
まあそんな感じで、ちょっとあのほんまでもさっき喋った体験企画はやりたいんで、あれも、さ、もういいっす。そうね。ちょっとまた皆さん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ。